はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウイレ2019の最新情報についてお伝えしていきたいなと思います。で、今日はですね、多分情報を早く知りたい方の方が多いと思うので、ウイレアプリあるあるや選手能力クイズは一旦なしでいきたいなと思います。はい、で、今回なんですけど、今日ですね、朝起きたら海外の方でウイレ2019のですね、製品版を先行ゲットかな、まあ確かにもうあと発売まで10日ぐらいしかないので、おそらくですね、先行ゲットした人がですね、ツイッター上にいろんな選手の総合値情報っていうのを拡散していて、そこでですね、2019の最新総合値っていうのがかなりたくさん分かってきたので、今日はですね、そちらについて解説していきたいなと思います。で、ただですね、そちらがなんか画面のね、動画を撮った感じなので、普通に載せてもかなり見づらいので、ちょっと僕なりに編集してきました。で、2018から2019にどんぐらい変わったかみたいなのも分かるような表にしてきたので、ぜひ見ていただければいいかなと思います。で、全部のチームやるのが大変だったので、今回はですね、4チームのみですね、これ順番に全チームやっていこうと思うんですけど、今回はレアル、ナポリ、マンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティ、この4チームに限って今回紹介していこうと思うんですけど、一応ですね、そのツイッター上の方はいろんなチーム紹介しているので、まとめ終わり次第ですね、僕も全部動画にしていきますので、ぜひ引き続きあのチャンネル登録などしてウォッチしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、まずはですね、レアルマドリードからいきましょう。こんな感じになってます。はい、で、選手名、2018総合値、2019総合値、そして総合値変化補足みたいな感じで書いてるので、まあ、パッと見でわかると思うんですけど、ちなみにおそらく移籍とかはまだ反映されてないので、ロナウドも実際ではユーベにいますけど、レアルマドリードで一旦は搭載されてるみたいです。はい。で、ベイルがですね、90から88ということで、一応黒のままではあるんですけど、90雷のラインをですね、降格して、普通の黒玉、まあこれ明確な線引きはないんですけど、普通の黒玉になりましたと。で、逆にですね、クロースが88から90ということで雷昇格、ラモスが88から89に上がりましたね。はい、そんな感じになってます。で、イスコが87から86ということで1個下がってました。前のリーグ通りですね、84から87ということで、風見色は黒昇格、そして、バランもですね、83から86で黒昇格してます。で、銀昇格が2人いて、キコカシージャ選手、そしてテオエルナンデス選手ですね。はい、この2人が、金、まあどちらもギリギリだったんですけど、2つか3つ下がって銀に降格してます。で、逆にですね、ルーカスバスケツ選手、こちら銀最強の79だったのが4つ上がって83の金昇格を果たしてます。はい、そんな感じですかね。とりあえず、銀以上の選手はそんな感じで、あとはですね、下に、白とか銅の選手も載せてるので、ぜひ見てみてください。オスカル・ロドリゲス選手、エルナンド選手、フェウィ・ジャシエル選手、この辺が地味に上がってたりしてましたね。はい、レアルのですね、2019総合値はこんな感じになります。いやー、面白いですね。まあ超新しい情報っていうのはそんなに出てきてないですけど、まあ大きく言えばベイルですかね。ベイルが下がっちゃってるっていうのと、モドリッチが意外と変わんなかったっていうところが、まあ一つポイントになってくるんじゃないかなと思います。ただこれもね、ワールドカップおそらく反映してないので、この後モドリッチどうなるかっていうのは引き続き気になるところですね。はい、では次行きましょう。はい、次はですね、ナポリの選手になります。で、ナポリの選手も結構いろんな選手の総合値変動があって、まずはですね、メルテンス選手、こちらマイナス2されてましたね。メルテンスがマイナス2ということで、まああのベルギーのね、コスト判断からメルテンス1下がるんじゃないかって話してたんですけど、これが2下がってしまってますと。で、金降格がとうとう出てきましたね。カジホン選手、85でギリギリ黒だったんですけど、金に下がってしまって、1つ下がってですね、金に下がってしまってます。はい、で、逆にですね、黒昇格ナポリからも出てますね。クリバリ選手、はい、84から85。まあ、クリバリ来るだろうって言われてたので、クリバリ選手がですね、黒昇格してたのと、あと身長がね、ちゃんとした数値に直ってたみたいですね。なので、実際どうなのっていうのはあるかもしれないですけど、あとは能力値待ちかなと思ってます。はい。で、あとはですね、他の選手で言うと、ペペレイナ選手が83から82に下がってて、アルビオル選手82から83。で、ジエリニスキー選手ですね。こちらが82から81に下がってて、ファウジグラム、そしてアラン選手が、両者81から83と82に上がってます。で、ミリク選手、こちらがめちゃくちゃ下がってましたね。81の金だったんですけど、71なので、これおそらく銅まで下がってるのかな。はい、見間違いではないと思うので、これがかなり下がってましたと。で、ジェルジーニョ選手、81から83。で、エルサイドヒサイ選手が80から81。ディアワラ選手がこちら銀のサイドバックの選手だったんですけど、79から80ということで、今回金昇格してます。で、マリオ・ルイ選手が78から79と。いう感じですかね。主要な選手はこの辺になると思うので、一応全体載せておくので見てみてください。
はい、ということで次行ってみましょう。次がですねマンチェスターシティになります。はい、シティもすげえ面白いですよ。でシティはとにかく今回新情報がすごく多くて、上から見ていくと、アグエロとダビドシルバステイで、デブライネがですね87から90、はい、これ雷行ったんですよね。ベルギーはね昨日代表の総合値かなんかもリークされてて、そこでも分かってたんですけど、メルテンスが予想以上に下がってた影響でデブライネのね総合値が90いってたという感じですね。でコンパニーステイでヤヤトゥーレが84から80ということで大きく下げてしまってます。でギュンドーアンが84ステイ、ベルナルドシルバ84ステイ、オタメンディ黒書格、これはまあ前から出てたやつですね、83から86。そしてですねスターリング、こちら来ましたね、黒書格83から85ということで、いやこの黒書格は実際どうなんですかね。はい、これは結構外れ黒になる予感がしちゃってますけど、まあでもスピードある選手なので、ちょっと能力値見るの楽しみだなとは思ってます。はい、でエデルソン・モライス選手ですね、これはリーグ通り83から87ということで黒昇格してます。でサネ、これがですねドイツ代表の前のリーグだと84止まりだったんですけど、今回85になってましたね。なので今回83から85で黒昇格で、ジェズスは昇格、そしてフェルナンジーニョも上がってましたね、82から85ということで今回黒昇格。いやでかいなこれ、黒昇格相当してますし、ヤヤトゥーレ以外でほとんどの選手能力上がってるので、いやこれやっぱシティね超絶強化されてるなって感じですね。でウォーカーが82から84、これいかなかったですね、黒もしかしたらいくかもと思ってたんですけどギリいかなくて、メンディーが81から82、そしてストーンズが80から83で、デルフ選手、こちら銀から金に昇格してましたね、77から80です。はい、でこのぐらいかな、他の白とか銅の選手も下に乗せてるので、何人か上がったりとかしてる選手いるかなっていう感じです。はい、そんな感じになります。ではですね次マンチェスターユナイテッド行ってみたいと思います。はい、マンユーもいろいろ動いてましたね。はい、まず上からですねアレクシス・サンチェス、サンチェスとポグバがですね、2つと3つ下がってて、89から87、そして89から86ということで、サンチェスも結構下がっちゃいましたね。はい、そしてデヘアですね、88から91ということで、はい、黒から雷のラインまで乗ってきましたね。はい、これもですね昨日スペイン代表の総合値でリークされてた部分ではあるんですけど、雷昇格ということで、上がってます。でルカクステイでマタが下がりましたね、金降格とうとう出てきました。はい、85から81ということでマイナス4されてます。で逆にですねマティッチ84から15来ましたね、マティッチ黒昇格。まあでも能力的にはもうほとんど黒だったので、ぶっちゃけまあこれは正しい総合値になったと考えていいんじゃないかなと思いますね。はい、黒昇格です。あとスモーリングが下がってて83から81、そしてエレーラが83から81ということでここ下がってます。でバイリーちょっと上がってましたね、82から83、これ僕ごとつしてるので相当楽しみですね。はい、でブリント選手が81から80で、この下ここがですね銀降格トリオなんですけど、リンデロフ、キャリック、フェライニ。はい、ここフェライニだけは先に出てたんですけど、追加でですねリンデロフ、そしてキャリックの銀降格が決まって、この3名がですね下がっております。そしてラッシュフォード、80から81ということで若干上がりましたね。でラッシュフォードは引き続き強い選手になってくるかなと思います。で金昇格がですね下に2人いまして、まずリンガード選手、こちらが78から81ということで3つ上がって金昇格してますね。はい、まあ今シーズン活躍してましたし、能力がねどれぐらい上がるかっていうのがすごく楽しみかなと思いますね。はい、でアシュリー・ヤング選手ですね、こちらが76から80ということで結構ね総合値プラス4ということで上昇幅大きく金に昇格してます。はい、でそのぐらいかな。あとはマクトミネー選手がですね63から73ということで総合値10の大幅アップ。はい、今回紹介した4チームの中だと一番上がってると思いますので、能力もね一旦同玉止まりですけど、どんぐらい上がってくるかすげえ楽しみだなと思ってました。はい、そんな感じでですね今回の動画では4チームですね、レアル、ナポリ、マンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティ、こちらのチームについて紹介させていただきました。はい、で一応ですね今回4チームだけしか紹介できなかったんですけど、まだまだですね新しい情報っていうのは出ているので、まとめ次第最初にも話したんですけどガツガツ出していきますので、よろしくお願いいたします。あんまりですね一つの動画で紹介しすぎると、そもそも動画自体が長くなっちゃうっていうのと、あの表を作るのもね結構時間がかかっちゃうので、皆様に情報としてお届けするまでに結構リードタイム取っちゃうことになるので、できるだけ早く出すためにですね大体4チームか5チームぐらいですかね、はい、この辺セットにしてどんどん出していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録など指定ウォッチしていただけると嬉しいなと思います。あと、もしですねあの表を一応あんな感じ
じの表で今回作ってるんですけど、この情報あった方がいいとか、まあできるかわからないんですけど、もしですね、こうした方が見やすいよとかリクエストあればコメントいただければいいかなと思いますので、ぜひその辺もですねアドバイスいただけると嬉しいなと思います。ではですね、今回動画以上で終了していきます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ侍、アウト。